とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ今日もですね、妖怪学園 YYY 学園生活やっていきます。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はですね、ジンペイでラスボスのタイムアタック、行きます。使うキャラクターは、アースウォーカーだね。今まで一番早いのは、ブルームーンの4分7秒。それ以上の記録は、難しいかな。ブルームーン凶悪だからね。まあ、とりあえず、アースウォーカーのパワー型にしてます。パワー2324。で、ダイナミックネコエンドを4つだね。はい。まあ、どれぐらいでいけるか。いってみよう。どれぐらいを目標にしようか。まあ、5分以内。5分以内に倒せればいいかな。まあ、いつも通り、攻撃力を上げていこう。もうそろそろマックスかな。オッケーオッケー。はい、攻撃力今マックス。ダメージある程度確保して打っていくか。あ、やっぱね、違う。うん、もうブルームーンに勝てるとしたらもうこのキャラぐらいしかいないもん。このキャラが、まあ最有力だね。ブルームーン以上の火力を出そうと思うと。ただネコエンドは再使用時間が結構長めなのよ。それがちょっとネックかな。どうだろう。よし、いくぞ。なるほどなるほど。いや、ダメージはすげえよ、すげえよ。すごい。うん。ブルームーンのストリームとそんなに変わりはないぐらいの威力出せるから、いいんだけど、まあ、あとはあれだね。これが、再使用時間が、きっちり、止まった時に、溜まった時にすぐ打っていけるかどうか、じゃない？はい、まあまあそこそこ早い、そこそこ早いけども、これね、多分攻撃力アップは切れるな。切れちゃうね。倒す前に回避を1回入れてないから切れた切れちゃった。まあいいや、最初で攻撃力アップを7回なんとか入れていきたい。 OK、 抹殺光線2、3、4、 OK。 いけたか。あと一発ぐらいだもんね、多分。よし、 OK、 マックスで攻撃力アップも入れて、 OK、 クリティカル出てこれぐらい。でも攻撃力はでもマックスまで上がってるんだよね。それでこれぐらいだったか。もうちょっと威力あるかと思ってたけども、これじゃあちょっと遅いぞ。再使用時間も長すぎる。これはよろしくない。いやでもね、ネコエンドが一番強いんだな。ネコエンドじゃないとダメージがそんな取れないから。いや、ローラーダッシュ、いや、ローラーダッシュじゃない、ネコエンドじゃないとやっぱダメなんだ。まあまあ、とりあえず再使用が切れた時にしっかりとね入れていければまだ早く倒せるかな。うわあ、遅い。でしっかりと攻撃力アップは維持して、で食べ物も食べてね、行こう。 OK。 食べてもそんなに変わんない？そんなに攻撃力変わんない気がするな、ダメージが。よし、 OK。 よっしゃ、このフラッシュの中にね飛び込んだら結構3発ぐらいダメージアップ、攻撃力アップがつくけども、いまいちだな。いやー、再使用時間長すぎる。
これじゃちょっとよろしくない。よし、でこれで敵は本気になるね。いやダメだ、最終時間の壁がある。ほんとブルームーンってもうチートだよね。チートキャラだあれ。ほんと何あの短い最終時間、異常でしょ。おう、これと同じぐらいの最終時間にしてくれないと終わりが合わん。よし、 OK。 あとダイナミックネコエンド一発ぐらいかな。早く早く溜まれ、溜まってくれ。通常攻撃でちょっとダメージが与えきれない。ああ、そうかそうかそうか、音が聞こえないダメだ、テレビの音が。 OK、 いけ。まあこんなもんか。どうしてもブルームーンには勝てねえな。まあ録画の時間を見ても多分5分ちょうどぐらいじゃない。はい、まあとりあえずこれぐらいでアースウォーカーは倒しましたけども、他のキャラよりは断然早い、断然早いけども、ブルームーンに勝てねえな、勝てにゃい。はい、まあとりあえずね、また他のねキャラクターでもタイムアタックやってますんで、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。